キューズ2021年3月号特別付録 DVD は紙面連動企画プロのマス割り完コピ大作戦をお届けします。まずは小西プロ。小西プロには挑戦者の井出さんや読者の皆さんのお手本になるマス割りをしていただきます。頑張ります。そして挑戦者の井出さん、自己紹介をお願いします。はい、井出夏実です。ビリヤード歴は6年で JPA のスキル1から始めました。現在は B クラスで JPA のスキルは7になりました。まだハウストーナメントとかで優勝した経験がないので、今年こそは優勝したいと思っています。よろしくお願いします。今回の企画はプロの取り切り力を学ぶという趣旨ですが、取り切りの上で何か悩んでいることはありますか？はい、いっぱいあるんですけれども、配置、ブレイクした後の配置を見た時に、ここがポイントになる、この振りは絶対間違っちゃいけないですとか、まあ、ここはアバウトで大丈夫みたいなところの判断が、まあ、間違っていたりうまくできなかったりっていうところとか、あとはそこが仮に判断できたとしても思った通りに球を動かせないっていう、どういうショットをチョイスしたらいいのかわからないという悩みがあります。なるほど。では今回の企画のルールを説明します。まず小西プロには解説付きのマス割りをしていただき、その後井出さんには同じ配置でマス割りのコピーをしていただきます。その際の基本ルールとして、同じショットで同じポケットにシュートすることを守っていただきます。つまりバンクショットやクラクションを使用することはできません。この他小西プロがリカバリーできないと判断したものに関しても失敗となりますのでご注意ください。挑戦はまずは小西プロのアドバイスなしで、ここで成功できなかった場合は小西プロのアドバイスを受けながらチャレンジしていただきます。では井出さん、最後に意気込みをお願いします。はい、憧れの小西プロに近づけるように、まずは完コピをして、はい、少しでも近づけるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。では、はい、この配置の第一印象を教えてください。第一印象としては、まあ、こう後半ですね、まあ、最初もなんですけど、一番パッと目につくのがこう並んでる2つですね、はい、6、7番と8、9番ですね、はい、6、7、8、9、はい、ここをどう取っていくのかってことですね。そうですね、まあ、振り間違えるといけない球が出てくるので、6番で振りを間違えてはいけないってことですかね。そうですね、5から6ちゃんと出して7に厚めに出せるようにするのがベストかなと思います。はい、そこをクリアすれば取り切りは、はい、そうですね、あとは最初ですね、本当に1番から2番の押しの加減になると思うんですけど、力加減ですか。はい、2番がこっち側のコーナー通ってないんで、はい、こっちに取るための場所をネクストを取れるところをちゃんと出せれば、まあ、前半は大丈夫かなと思います。なるほど、はい、全体のマス割りの成功率は大体どれくらいですかね。成功率は被ってる球っていうのがもう向こう通ってないぐらいなんで、はい、まあ、6、7 ではそれをちょっとやっていただきましょうか。はい、はい、ではこの1番ですけれども、はい、どのように出しますか。1番は、タンクッション側の角ぐらいまっすぐつくと、はい、ですね、行くので、はい、少しだけ手玉がこちら側に出る、弾いてしまうと右側に出てしまう、はい、感じになってしまうので、はい、真上きれいに押してあげて、はい、加減で2番に出しに行きます。で2番は、まあ、厚め、まっすぐが限度ぐらいかな、まあ、こっち行くとちょっと難しいので、左振りにならないようにと、はい、いうことですね。そうですね、はい、ただまあできればタンクッションに1回入れて4に出す感じがベストだと思います。はい、なるほど、それぐらい相の力加減で優しく押すと。はい、優しく押していきます。はい、走りましたね。はい、これが、まあ、少しは厚めですかね。そうですね、少し厚めなので、はい、こっち出ちゃったんですけど、はい、ワンクッションか
引いて止めるので対応できると思います、はい。この場合どちらを選択されますか？この場合は、もし引きが苦手で弱い引きが得意でない方は、はい、ワンクッション押しで、加減していく感じ、押しで少し逆を入れる感じですかね、はい、そうですね、このぐらいの厚みだったら逆なくてもいけます。はい、5番には当たらないの で、はい、で引きで止めれそうな方はしっかりと引きを入れていくので、私はそっちの方がちょっと今イメージがいいので、はい、この辺に止めに行く感じで引いてあげます。少し引きということはちょっと下をつくぐらいですかね。引きはしっかりかける真下なんですけど、はいはい、力加減としては強くないです。しっかり下を入れて優しくつく、はい、そうですね、はい、わかりました。はい、ですね。止まりました。はい。いいところ。で、振りはいかがですか？これ。そうですね。振りはいいと思います。はい。ただ身長とか利き手によってはちょっとつきづらい球ではあるんですけど、はい、ワンクッションで5番の方に出していきたいと思います。はい。これはもう普通に上をつく感じですかね。そうですね、上で大丈夫。そうですね、上から、ちょっと、右を切ってあげてもいいかなっていう感じです。はい、はい、で5番に対しては、はい、ポイントになる6番の1球前になりますね。そうですね、本当は今手玉ある1ぐらいからちょっと薄いこの辺がベストではあるんですけど、はい、ちょっと加減が難しくて走る可能性があるので、はい、走ってしまったらまっすぐだったら直引き、はい、こっちまで来たらタンクッション、長クッションの、ツークッション、はいはい、で出してあげる感じに。そういえば左振りで長クッションに入れて出すという、はいはい、出すのが一番やりやすいと思います、はい、左手でつきます、はい、届かない方はレストで大丈夫です、はい、走りますので、はい、どうでしょう。今まっすぐになりました。まっすぐですか。はい、でまっすぐになったらこんだけ、的玉と手玉も近いので、はい、直引きの加減で自分が届くところですね。なるほど、はい、まっすぐ引いてあげると穴の真ん中から引いてあげるとこの辺になります、はい、でこちら側ですね、ちょっと5番を、穴の右側ですね、はい、に振ってあげると少し6番厚めには出ます、うん、可能であればそれがいいかなとは思うんですけど、確実に無理ないのがいいので、はい、まっすぐ引くか、こっち振りにだけはあんま行きたくないなって感じではあります。あんまり薄くはしたくない。私的にはしたくないです、はい、薄くなっちゃっても、障害物がないのでバタバタで出すことも可能ではありますが、できればワンクッションで安全に行きたい感じです。常に出すことを意識して、はい、引いてきて届く範囲で、はい、今かなり穴ギリギリに入れて厚めに出ました、はい、厚めに出ましたね、はい、私はすごく安心する厚みですね。あ、そうですか、はい、で人によってはもう少しこっち側の方がいいなって方が多いかなとは思います、うん、はい、でちょっと厚めなのでワンクッション入ってからしっかり手玉が 7まっすぐからこっち側に出るように。あ、さっきと同じですね。はい、そうですね、はい、つく感じでここ大事になります。熱いので結構強めにつきますか。そうですね、しっかりスパッとついてあげる感じです。はい、で弾き玉的にこうバチンとついてしまうと先玉が穴かこしたりとか外れやすくなってしまうので、はいはい、入る範囲内でしっかり、やっぱ先玉入れることは第一でやってあげるのがいいと思います、はい、分かりました。胴点はどうでしょう。胴点は真ん中からもちょっと下、ちょっと下です、はい、はい、右を入れてあげると手玉走ってくれるので、はい、ちょっと遠くはなりますが
つきやすい位置に来るかなとは。そちらの方が安全に。はい、安全に行くと思います。わかりました。こんな感じですね。今少しだけ右を入れて、はい、少し離れましたけど、はい、少し熱く、はい、はい、熱く出ました。で、と8番はまあ、っすぐになっても突きづらにならなければ、はい、引いて1で9に出せるかなっていう、まあ、こっち振りにだけは9に当たるコースですね。8入れた後9に当たるコースにはあんまりしたくないなって感じ。右振りにはしたくない、ね、そうですね。なんで押しはかからないように、押しをかけないように、はい、ちょうどストップ、はい、もし7番がまっすぐだった場合のストップが8番ちょうどまっすぐ来るので、はい、それよりは、まあ、押しストップから引きですね。少し引く感じですか、はい、はい、でやってあげると、まあ、2クッションでも1クッションでも出せるかなと思うので、あとは手玉が長クッションにくっつかないようにしっかりついてあげます、はい、こちらもさっきと似たショットになります。1クッションで少し右を入れる。そうですね、入れすぎると走ってしまうので、先ほどより手玉はやっぱ転がしたくないので控えめにしてあげるのがいいかなと思います。わかりました。はい、感じですね。綺麗に出ましたね。綺麗に出ましたね。この少し厚めになってますかね。そうですね、少し厚めに出たので、はい、まあ、直引きでも出なくはないんですけど、はい、あの引けなかった場合難しいラインになってしまうんですね。怖いですね、はい、落ちてしまったりするので、はい、プラスこっちの最初言っていたワンクッションでもちょっと厚いので手玉が走らないなっていう印象です、はい、のでここ押しのこっち側のですね、押しの左上、はい、切り返しですね。切り返しで2クッション、はい、はい、上の回転はしっかりかけてあげないと最初のクッションの位置が変わってしまうので、ね、はい、押しはしっかりかけて補助でひねりです、はい、少しショートしましたが大丈夫な範囲だと思います。許容範囲、はい、最後9番はこのスクラッチだけ気をつけてあげればいいかなと思うんで、はい、順を入れちゃうと向かいそうなので真上でこの辺に手玉が落ちる感じでしっかりつけましょう。感じになります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは井出さんの完コピ挑戦お願いします。はい、ります。はい、まずこれを優しく押して、はい、2番に対して左振りにならないように。そうですね、いく感じになります。はい、そこ注意してっていうことですよね。はい、加減が大事ですね。どうでしょう、先ほど小西プロの場合はちょっと左振りになってしまいました。そうですね、今回はならずに少し薄めに出てますかね。少し薄くなっちゃった分、はい、止めるのが難しいかなとは思います。走ってしまうので、はい、4番に対してどう出すかっていうところですよね。そうですね、はい、力加減が重要になってきますか。力加減と、まあ、厚みもだいぶ絶妙なのでタッチが大事かなと思います。はい、上手ですね。あ、まあいいですね、これは。まあ、遠くはな、少し差し、そうですね、まあ、あの薄さだったらしょうがないかなっていう感じではあります。はい、4番も薄いので。薄いですね、この、はい、これもちょっと走ってしまいますか。そうですね、あんま弱くいくと薄い球やっぱ厚く持ってかれやすいと思うので、はい、ある程度入る範囲内でなるべく5番に近いところにはリカバリーしに行きたいですね、うん、なるほど、これ結構難しいですね。難しいですね、この距離だと、はい、
うん、難しいですね。やっぱ弱く今のは弱かったからちょっと熱く持っていかれちゃったってことですかね。そうですね、弱い分やっぱ持ってかれやすいかなっていうのと、はい、まあ、ちょっとまあ、もう少し薄めに狙えるならあの感じの加減でも大丈夫だとは思います。はい、まあ、もしかしたらそのバタバタタンタンのバタバタがもしイメージ悪くなければですけど、まあ、ちょっと九八もあるんでちょっと怖いですね。ちょっと怖いんで、まあ、選択はしないかなと思いますが、どうしてもって時はありだと思いますね。わかりました。はい、それでは2回目のチャレンジ、はい、はい、お願いします。はい、先ほどちょっと弱すぎて薄く2番に対して薄くなってしまいましたよね。そうですね、ちょっとそこを修正できるかっていうのがポイントになりますね。はい、コンディションを早くつかめるかってところは大事だと思います。はい、今日はちょっと結構転がりますね、いつもよりは。はい、はい、なんで、まあ、走るのをやっぱちょっと怖がって球が出なくなっちゃうとか結構あるので、はい、まあ、弱くなることも全然ありえますね。はい、今回のこの球はどうでしょう、少し薄めになってるような気がしますけど。そうですね、結構薄いんで、はい、真上だとちょっと止まらないかな。真上だと止まらない、はい、少し私がもし同じ状況になったら逆をちょっと入れちゃって、まあ、4番に、まあ、逆をひねると少しクッション入った後、はい、あの進行方向と逆の向きになるんで失速するんですね。はい、なるほど。はい、なんで少し右を入れて、入れてしっかりついてあげたら止まるかなと思います。まあ、上手ですね。こういうことですね。はい、この距離はいかがですか。そうですね、まあ、あの身長とか体格によってつきやすい場所変わってくるんで、はい、全然あの彼女だったらちょうどいい場所距離にはなってると思います。ここもどうですかね、少し優しく。そうですね、さっきよりは、はい、ま、あ厚めに取れると思うので、はい、もう上だけでワークッションでいけるかなと思います。受けましたね、はい、受けましたね大丈夫です。ポイントになる6番に対して、そうですね、その5番の位置ですよね。はい、はい、ここちょうどチョークション使って出せる位置に出ましたけど、はい、はい、まあ、厚かった分ちょっとショートして薄めにはなってますが、はい、あの手玉が走ってくれるのでサイドスクラッチだけ気をつければ。なるほど、はい、ツークッションで出すような。ツークッション、そうですね、おそらく厚み的にツークッションの方が安定はする、安定はすると思います。で6番に対してちょっと厚く出すと。そうですね、ポイントとしては、はい、右振りにならないことですよね。そうですね、6番に対して、はい、できればチョークッションに1入る形がいいですね。はい、そして厚めに出すと、はい、ちょっと難しいですね、加減が難しいですね。あ、惜しいです。惜しいですね。いや、ちょうどその行きたい場所で行くとやっぱサイドスクラッチ行っちゃうかなっていうコースだったので。今のは原因としてはちょっとひねりが入ってしまったってことですかね。あ、ひねったんですかね、今ちょっとひねっちゃった。多分ひねってない位置だったような気がしますね。普通にまっすぐだと出てスクラッチコースに乗ってしまう、はい、まあ、上だとなるかなって感じで、逆あのサイドの、はい、どっち側に出すかをしっかり決めてあげて、はい、まあ、近い方がいいのか、それともつきやすい方がいいのかっていうのをしっかり決めて、まあ、順を切るのか、はい、逆をちょっと入れてあげるのかっていうのを、はい、あれですね、考えてあげるのが良かったかなと思います。はい、それでは3回目のチャレンジお願いします。この2回は全て2番に対して薄くなってしまってますよね。そうですね、そこちょっと注意したいですね。はい、まあ、押しの